そうけど無理しすぎないでね。離れて暮らしているからいつも気になっています。時々ゆっくりしてますか？ちゃんとご飯食べてますか？少し寂しいけれど私は元気でいます。この間送ってくれたお土産おいしかったわ。友達に分けてあげたらみんな喜んでくれた。たまにはお母さんにも電話をしてあげてますか？かっこつけて飲みすぎたりしていてはダメよ。気が向いたら笑ってくれたら